街中の一風変わった風景。平野仕様、黒×白のコントラストスタイルに衝撃。目を奪われた。平野仕様、サンローラン全身コーデの衝撃的な一日。パリの街角で平野仕様さんの姿を見かけた時、そのストリートコーデはただ単に派手ではなく、躍動感にあふれ、魅力的でした。特に目を引いたのは、彼の服装の中で多くの黒が使われている一方で、靴だけが白いという異色の組み合わせでした。 それでは、一体彼がどのような服装をしていたのでしょうか服からアクセサリー、そしてメガネまで、じっくり見ていきましょう。まず、彼が身につけていたのは、サンローランの最新コレクションの一部である11万2071円のオーガニックコットンフリースパーカーでした。このパーカーは、カンガルーポケットやサテンのディテール、そして胸元には同系色のサンローランの刺繍が施されています。その洗練されたデザインと高品質な素材は、 彼のスタイルに一層の魅力を加えています。次に、彼の下半身には15万6千円のサンローランの刺繍入りオーガニックコットンのスウェットパンツが生えていました。このパンツには伸縮性のあるサテンのドローストリングウエストや袖口がついており、快適さとスタイルを両立させています。特筆すべきは、これらのパンツとシャツは紫から選択できるということです。 この選択肢が彼の個性的なスタイルをより際立たせています。彼のヘッドウェアとしては、69,300円のシンプルな5パネルベースボールキャップが頭に乗っていました。このキャップはサンローランの刺繍が施され、調節可能なバックル止めで着脱も簡単です。さらに、フロントにはサンローランの刺繍が施されています。そのスタイリッシュなデザインは、彼のスタイルに遊び心と独創性を加えています。そして、 彼が着用していた53,900円の太りフレームサングラスは、ミネラルレンズと金属コーナーで装飾され、サンローランのサインが刻印されています。これらのサングラスは、彼のスタイルにさらなる個性とエレガンスを与えています。しかし、最も目を引いたのは彼の白い靴でした。平野陽さんの衣装に変化とコントラストをもたらしているだけでなく、靴紐の結び方もオリジナルなものでした。 これらの靴は137,500円のスムースレザーワンパイアスニーカーであり、バックとシュータンにはサンローランのシグネチャー、ラバーが施されています。そのモダンなデザインと洗練された素材は彼のスタイルを際立たせています。YSL、イブサンローランのファッションは、洋服や靴、帽子に至るまで非常に多様で豊かです。また、彼らのコスメも素晴らしく、シンプルなようでいて、裏には深いストーリーがあります。 その製品は洗練された上品さを感じさせ、常に注目に値します。YSL とは何ですかこれは、高級ファッション製品の購入を考え始めるときに、多くの人が興味を持つ質問です。YSL は、高品質の製品とユニークなファッションスタイルを持つ世界有数のファッションデザイナーの一人であるイブ・サンローランのブランド名を表します。では、このブランドの主なファッション製品ラインは何ですかまた、 本物の YSL 製品を見分ける方法は何ですか ?YSL ブランドをどのように評価していますか平野潮さんのパリでのストリートコーデから学ぶことがたくさんあります。彼の独創的なスタイルや色使い、さりげないアクセントの取り入れ方など、私たちには彼から刺激を受けることができます。彼のファッションセンスは、単なる洋服の組み合わせ以上のものであり、それは彼自身の個性やスタイルを表現する手段です。あなたは、 自分のスタイルやファッションセンスについてどのように考えていますかあなたのお気に入りのブランドやアクセサリーは何ですか彼のような独自のスタイルを取り入れることに興味はありますかそしてあなたがファッションに求めるものは何ですかこれらの質問を考えることで自分自身のスタイルやファッションについて新しい気づきを得ることができるかもしれません。街を歩いている時に他の人々のファッションにも注目してみることは 自分のスタイルに新しいアイデアを取り入れる上で役立つかもしれません。時には、他の人が着用している服やアクセサリーから、自分のスタイルに新しいアプローチを見つけることができます。また、ファッションは単なる服装やアクセサリーの組み合わせにとどまらず、個性や自己表現の手段でもあります。あなたが自分のスタイルをどのように表現するかは、あなたの個性や興味、 そして日常生活の中での活動にも影響を与えるでしょう。例えば、あなたがアウトドア派であれば、機能性の高い服やアクセサリーを取り入れることで、自然との調和を感じるスタイルを表現することができるかもしれません。最後に、ファッションは常に進化し、新しいトレンドやスタイルが生まれています。自分のスタイルを育てるためには、常に新しいアイデアやインスピレーションを求めることが大切です。 新しいブランドやデザイナーのコレクションをチェックしたり、ファッション雑誌やウェブサイトを読んだりすることで、自分のスタイルをアップデートするきっかけを見つけることができるでしょう。YSL ブランド、イブ・サン・ローランは、1961年にイブ・サン・ローランと PL ・ベルジェによって設立されたフランスを代表するファッションブランドの一つで、YSL は特にメンズウェアにおいて卓越したスタイルで、新たなファッショントレンドをもたらし、 服のデザインに対する考え方の違いで知られています。女性のための。さらに、同社は男性用と女性用の化粧品と香水のラインも生産しており、美容化粧品部門で最大の成功を収めています。多くの歴史を経て、YSL はユニークで洗練されたデザインでファッション愛好家に愛される、世界で最もハイエンドで豪華かつエレガントなブランドの一つになりました。2008年。 ブランドは開発を継続し、ケリング、グループに販売されました。現在、YSL は世界中に販売網を拡大し、世界を代表するファッションブランドの一つとなっています。YSL ロゴは、YSL の文字を3文字並べたシンプルでコンパクトなデザインで、フォントも特徴的で認識しやすいです。このロゴの意味は、YSL ブランドの創設者であるイブ・サン・ローランの名前の最初の3文字を組み合わせたものです。また、 このロゴは YSL ブランドの洗練さ、優雅さ、高級感も表現しています。YSL のロゴはファッションアイコンにもなっており、市場で最も高価なロゴの一つです。ファッション、ハウス、イブ、サン、ローラン、YSL、は、創造的でエレガント、そして印象的なファッション、コレクションで有名です。YSL のファッション製品は単なる衣装ではなく、ブランドの芸術性、個性、 ユニークな精神を表現しています。YSL のコレクションは、力強さと自信に満ちたクラシックなスタイルで開発されることが多いです。このブランドは、最初の、ルスモーキング、スーツ、男性用スーツのようなスタイルの女性用スーツや、黒と白のドットパターンに赤を混ぜたデザイン、または女性用のブレザーなど、ユニークで象徴的なデザインで、新しいファッショントレンドを生み出してきました。サハリエンヌと呼ばれる独特のスタイル。 さらに、YSL では、エレガントなスーツ、白いシャツ、パンツ、有名なレザージャケットなどの男性向けのデザインも取り揃えています。YSL のファッション製品は高品質の素材を使用し、デザイン、構成、細部に至るまで丁寧に作られています。YSL は高級ブランドであり、高品質でスタイリッシュなファッション製品で有名です。